ありがとう。え、あ、これ？水分こんなにないんだ。だから時間経ったら、だからすぐ食べるなら作ってやるでいいけど、それって食べないんだったら自分で作った方がいいんだよ。これすごいね。どうしよう。今俺言ったの聞いてた？うん。食べづらいんだったら豆乳足してチンして食べてって言って。はい、わかりました。あまりやりすぎんだよ。はい、もうやりすぎてるかも。すごいでいいんだぞ。あ、できたできた。食べやすいんだこれ。はい、いただきます。食べたら準備していかなくっちゃ。あ、ちょっと待って、引っかかっちゃったこれ。美味しいじゃん。これ蜂蜜なんか入れたらもうバッチリだね。そのまんまでも全然美味しいけど。うん。熱々。あ、どういうふうに？え、僕です。髪切った方がいい。よかった。あ、はい、はい。うんうん、いい。あ、僕の話ね。僕の話。いい。色をちょっとまた抜けてきて明るくなってんじゃないですか。で、明るいのがいいから。明るいのがいいんだ。明るくしたいの。何、あんまりあれですか？色って細かく言われないですよ。誰に？なんか周りに。あ、言われない言われない。別に。え、何、変とか。うん、とか。うん、あ、なんかヤンキーっぽいとか。ああ特にない。私のこと誰もそんな注目してないから。ただ自分がもうここが白が出てきちゃったし、うん、黒いのが出てきたのがもう耐えられなくて。本当はもっと後だったじゃん、予約6月だったじゃん。いや、先週でした。え？先週でした。私先週来なかったんだ。2日後ぐらいに連絡いただいたのが予約入ってた。え、ごめん。そう、でもまあ、あのこっちも電話が2、3日前の方が結構直前で電話して、で電話つながったのかみたいだったんで。え、着信あったの？あったと思う。え、ごめん。全然大丈夫。全然大丈夫。え、私6月半ばだと思って、今回早めにと思って。あ、予約制を言ったんだ私。ごめん。そうそう、全然申し訳ない、申し訳ない。ちょっとこう動きが欲しいなってくるのとか、結んだ時とかのとか、やっぱりパーマかけてあげないと。本当かけたいなってなったタイミングでかけてあげればいいか。そうだね。
まあ、ちょっとこのぐらいインターバルと痛みもさ、あ、そうですね、だいぶ良くなりますね、うん、はい、その間に今みたいに今日みたいにちょっと 2,3 センチとか切ってあげてるだけで結構痛みは取れてます、ね、うん、私ヘアケアに力入れるってもう今年決めてるからさ、本当に言ったじゃん、ね、だってこんなにスパン短くなんもなくない、ないない、驚きました、ちゃんと来てくれるんだ、3月に来て5月に来てたから私すごいと思うよ、そうですね、はい、だって前まで 4,5 ヶ月で4,5 ヶ月だったらいい方だったじゃないですか、7ヶ月そうなのよ、それは私本当にね、周りの人たちとの影響なんだよね、結構髪気をつけてる人いて、はい、毎月行くんだよ病院に、でも毎月月1ぐらいで来ていただけるお客さんもやっぱり、うん、すごいよね、実力高いと思って見習わなきゃなと思ったのよやっぱ髪だよ、私分かった、髪だよ、女の人はやっぱ髪、あのね、髪、髪にツヤと綺麗のあると若く見えるもん、客観的に見てるよ、私が人の、そうだって人の顔こうまじまじ見る、遠目で見ないですね、すれ違いざまの人ってさ、そのシルエットが、そうですね、全体的なパッと見ですもんね、そうで今マスクしてるし、はい、私見て、まつげ見た、あ、なんか違うと思わなかった今日、なんか違うと思いました、今日化粧濃いと思わなかった、化粧濃いとは思わなかったけど、まつげ消したの、てか、そのまつげとかのうんうんの前に、うん、痩せた気がした、あ、痩せたの、痩せましたよね、痩せたよね、よくわかった、いやいやいや、もうパッと見た時にあれって思いましたやってたの、あ、嬉しい気づいた、いや、気づきます、この間来た頃はあの人生3妊娠以外で一番太ったの外羽ベースで、うん、表面に内巻き入れて、ちょっと気になる感じ。え、表面、その内と外をうまく使い分けてんだ。そうです。ここを外にして、ここを内にすることで、ここにこうくびれがこうできるから。それ。そう。ちょっとこうね、顔がちっちゃくすっきり見える。頭ちっちゃく見える。嬉しい。すごい。あや。おしゃれだね。ありがとうございます。